こんにちは、耳鼻科専門診療所の岳先生です。今日はですね、長引く喉の痛みとか喉の違和感、これを解消する方法を解説していきたいなと思います。薬を飲んでも治らなかったりとか、何をしても喉の違和感、痛みが取れない、そんなような方はぜひ最後までご覧いただければと思います。それではいきましょう。はい、では長引く喉の痛みですとか喉の違和感、これの大きな原因何かっていうとですね、実は逆流性食道炎なんですね。もちろん扁桃腺が腫れたりとかそういったものはあるんですが、しつこく長引いたりとかずっとなんとなく違和感がある場合は、これ逆流性食道炎を疑った方がいいんですね。でこの逆流性食道炎が起きると、なぜ喉に痛みとか違和感が起きるかっていうとですね、単純に胃酸が逆流してしまう病気なんですが、胃酸逆流するとですね、喉がどんどん痛めつけられてしまうんですね。胃酸というのは何でも溶かしてしまうような作用が強いので、喉の粘膜を、ね、焼いたりとか、傷つけたりとか、そういった形で炎症が起きてしまいます。で炎症が慢性化してくると、どんどん違和感とかそういったものに変わってくるので、逆流性食道炎がある人っていうのは、実は喉の症状というのはセットのことが結構多かったりもします。でこの逆流性食道炎は何が原因で出てくるのかっていうとですね、それは姿勢なんですよ。姿勢、逆流性食道炎の方に多い姿勢の特徴っていうものがあります。これはですね、僕がそのまんま当てはまるやつなんですが、簡単に言ってしまうと猫背です。では猫背がなぜ逆流性食道炎に影響を及ぼすのかというとですね、猫背ちょっとやってみましょうか。猫背こんな感じですよね。猫背です。猫背になるとどういうことが起きるかというと、この溝落ちのあたりがぐっと圧迫されるような姿勢になってしまうんですね。でこのちょうど溝落ちのところっていうのが胃の入り口なんですね。つまりこの溝落ちのあたりがギューッと圧迫されるような状態になってしまうと、胃の入り口である糞門の入り口が緩んでしまって、胃酸が逆流しやすい状況ができてしまうということなんです。なので実はうちにいらっしゃる患者さんの中にも、逆流性食道炎で悩んでるんですっていう方も、治療をするまでもなく気をつけていただくだけで改善する方っていうのは決して少なくないんですね。なので今日はその姿勢の直し方を皆さんに一つお伝えしていこうかなと思います。はい、では姿勢なんですが、胸を張るようなそういった姿勢の作り方ではなく、ちょっと手を使ってね、正しい姿勢を作っていこうかなと思うので、見てる方も一緒にやっていきましょう。それではですね、両手をまず前の方に出します。これ手の甲が上ですね。そこから肘をぐーっと後ろに引いてきます。目いっぱい後ろに引けるところまで引きましょう。そこから肘をぐーっと伸ばしていただいて、まだ手の甲上ですね。そこから手のひらを上にくるっと両方とも返します。返した状態で体の横に下ろしていきましょう。でそこまで来たら、最後手のひらを自分の体の側面につける。ここで深呼吸、はい、こうするとですね、無理にこう胸を張らずに自然と胸が開いているような姿勢を作ることができます。そうするとさっき言ったように、逆流性食道炎というのは猫背によって溝落ちを圧迫するような姿勢をとってしまうことが原因となってきます。でこれをやることによって溝落ちのところが開いてくるので、この圧迫から解放されてくるんですね。そうすると逆流性食道炎というのも非常になりにくくなってきます。なのでこれを、すでに逆流性食道炎になってしまってるよ、今症状が辛いよっていう方は、1日3回ぐらいやっていただいて、朝昼晩とかやっていただいて結構だと思います。もしくは逆流性食道炎昔なってたからもうなりたくないよっていう方は、1日1回必ずやっていただくっていうふうにやるとかなり治ってくるんじゃないかなと思います。他にもですね、逆流性食道炎っていろんな関連でなってしまいます。例えば肘だったりとか、いろんなところから来ますので、それはですね、うちのチャンネルでも紹介してますので、コメント欄もしくは概要欄の方に直し方書いておきますので、気になる方はぜひご覧いただければなと思います。今日はですね、逆流性食道炎について解説をしていきました。姿勢をね、気をつけるだけでね、驚くほど良くなってきますので、皆さんですね、ぜひ試してみていただければなと思います。それではまたお会いしましょう。